すみません、NHK の並木です、はい、ご挨拶の中にもあったと思うんですけれども、石破総裁の方がですね、今の10月27日投開票の日程で、まあ、動きとか方針が固まったんじゃないかということもありますけれども、まあ、この方針に対してどのように思われるか、また共産党として選挙準備どのように進めていくかというのを改めてお願いできますでしょうか。はい、もうこの早期解散ですよね。もう党利党略、裏金隠し、疑惑隠し、これで逃げ切りを狙うというやり方は非常に問題が大きいですよね。もう許せないです。断固としてこれは今国会の中で議論中ですので、私たちは抗議をして徹底的な論戦必要だということは国会の中で主張してまいりますが、もう9日間の会期ということが提案されている以上ですね、これはもう本当に迎え撃って必ず総選挙での躍進勝ち取るということで頑張り抜いてまいります。そういう意味では今日こうして総決起集会をですね、党として持てたことは非常に重要だったというふうにも考えます。はい、まあ、石破新体制にはそんなに我が党との論戦が怖いのかと、論戦が怖いのかということも言いたいですね。はい、徹底論戦が怖いのかと。はい、当然日程としては予算委員会を、まあ、求めていくという姿勢には当然変わりなく、当然です。まさに今衆議院の議員運営委員会で議論中というふうに聞いていますが、総裁選の中で予算委員会も開かずに早期解散かのような、ね、ことを言った候補者に対して、石破氏自身がきちんとした議論が必要だということを述べていたはずです。何もかも手のひら返しですね。裏金議員の公認も最初はしないかのように言っておきながら、まあ、これはもう公認しなきゃ戦えない選挙ですからね、それも手のひら返しと、で国会の中での、議論っていうのも必要だと言いながら手のひら返しと、まさに自民党が追い詰められている姿を示していると思います。はい、ちょっと話題変わるんですけど、これもご挨拶の中で野党共闘についてお尋ねしたいんですけれども、立憲民主党さんのこと名前を挙げておっしゃってたと思いますが、まあ、最大限交渉を立てていくということを表明されたと思います。まあ、ちょっとその意図とですね、まあ、今後のその交渉の党と党としての交渉のあり方というのはどのようにお考えでしょうか。今の政党状況の下でこの共闘については私たち の考え方は、立場はすでに先ほど述べた通りなんですね。やはり市民と野党の共闘の、基盤が損なわれていると、安保法制の存続に道を開くかのような発言がある以上ですね、これはこの選挙では私たちは最大限もう小選挙区の候補を立てて、日本共産党の躍進を訴えることに力を尽くすということに尽きるということになります。だもちろん先日野田新代表が挨拶に見えたときには話し合いをというふうに求められましたので、話し合うということは否定はしません。はい、毎日新聞田辺です。野田さんはですね、裏金議員へ の選挙区での一本化という意味では、その政策の合意できれば一本化してもいいんじゃないかということもおっしゃってるんですけれども、裏金議員へのところで対立候補の一本化っていうのは話に乗れるとお考えでしょうか。この裏金の問題は個々の議員のスキャンダルではないんですね。これはもう自民党の組織的犯罪なんですよ。落としたい気持ちはとてもよく分かりますけれども、でも個々の議員のスキャンダルではないんですよ。そうすると本当に自民党政治を変える力がどこにあって、どういう力が伸びることが必要なのかっていうのが一番問われてくると思います。そういう意味でも私たちは小選挙区でたくさん立てて、日本共産党を伸ばすことがやっぱりこの問題をですね、根から立つと、腐敗政治を根から立つ力だっていうことを、まあ、訴えていくというのが筋だとに考えますし、それから共闘の基盤はそこじゃないってことなんですよ。さまざまな政策的な問題はあると、だけど次元が違うと、野党共闘の基盤土台、これは次元が違う。安保法制の廃止という問題は、だそこを曖昧にしたままのですね、一本化ということはありえないです。はい、はい、産経新聞の松本です。先ほど幹部会報告の中で共闘の条件が基本的には損なわれていると述べた上で、限定的にならざるを得ないというご発言をされたかと思いますが、限定的というのはどういうケースに限っては共闘が続くといいますか、認められるというふうにお考えなんでしょうか。
まあ、地域によってはと報告した通りです。地域によってはです。はい、朝日新聞の小林です。はい、解散の関係になるんですが、石破新総裁がですね、過去マスコミとかに取材でいわゆる憲法の7条解散というのを否定していたかと思うんですが、今回はその7条解散に踏み切るということになりました。こういうその態度が変わるということに関してはどのように受け止めているか。党利党略のためには何でもやるということですね。非常に危険な新体制になるだろうと、新政権になるだろうということを指摘しなければならないと思います。まあ、憲法については先ほども指摘した通り、憲法改悪は本当に軍事一辺倒突出内閣になりそうですからね、ここの危険性を大いにやっぱ訴えていかなきゃいけないなと思いますね。これほど憲法をないがしろにする、やり方も含めてですね。はい、もう一点限定的な協力にならざるを得ないということだと思うんですが、この限定というのはその候補者個人というのがあり得るのか、ある程度その地域都道府県レベルでの共闘ということになるのか、どういうものを想定しているんでしょうか。もうこれは報告で述べた通り、地域によってということです。地域です。はい、はいはい、2015年、連合政府、構想を出して2回の党大会やって、現場的にはですね、多少とも当選しそうな人を応援できる、いろんな人と付き合える、それって楽しいじゃないかという話を僕は問いの方からいろいろ聞いたんですけど、もうこれからはもうその部分がねなくなっちゃうということなのか、つまり立憲民主党ははっきり言えば与党の補完勢力みたいな扱いにするのか、もちろん集団的自衛権という話はありますけど、野党の本質ってそれだけじゃないと思うんですけどね。その党員の気持ちを考えたら、この9年間10年間一体何だったんだろうと思う人が少なくないと思うんですけど、その辺はどういうふうにご説明になるんですか。もちろん増やすためにやらないといけないでしょうけど、劇的に変わっちゃったんじゃないかって気がするんですけど、どうでしょう。私たちの立場は基本的に変わらず、むしろ前進しているんですよね。やはり2015年に私たちが市民と野党の共闘を呼びかけて、国民連合政府を作ろうと呼びかけたと、ここが今私たちの共闘の踏み出しになります。でそれは安保法制を廃止する政府が必要だと、そういう政府を幅広い国民の皆さんと一緒に、そして協力できる野党と一緒に作っていこうという呼びかけで、この呼びかけが市民の皆さんと共鳴し合って、市民と野党の共闘というのは前進してきたと思います。で前進してきました。でそういう前進があれば当然妨害もあると、それを押し潰そうという凄まじい動きが生まれると、そういうこの攻防の中の今の到達点だというふうに捉えてます。だから私たちは今後もこれまで培ってきた市民の皆さんとのですね、共闘連帯というのはさらに広げたいと思うんですよ。やっぱり何を要とする共闘なのかっていうことを互いに確認し合いながら、それをもっと国民的に広げるにはどうするか、他の野党がそこに結集していくにはどうするかという新たな発展に、ぜひそういう流れをですね作っていきたいと思います。で15年より前の時のね、孤立孤高主義のところに戻るというふうに見えちゃうんですけど、そういうふうにね、そういうことではないんですか。違います。共闘の力で変えるという立場は変わらないと。で今私たちがやるべきは国民との共闘だと、国民の皆さんとの共闘が新たな市民と野党の共闘を作り出していくと、新たな発展につながっていくということを訴えていきたいと思います。はい、はい、もう一度だけすみません、明日の主犯指名なんですけども、対応なんですけども、過去、枝野さんと書いたこともあったと思いますけども、明日 どのようにこう対応される予定で。これは今の報告に基づいた対応になりますね。はい、ということです。はい、はい、じゃよろしいですかね。はい、じゃこれから始まりますので、すみません、はい、どうも以上で終わります。ありがとうございました。